こんにちは。一般社団法人マインドフルネス瞑想協会代表理事の吉田正夫です。マインドフルネスの基本である呼吸瞑想を行っていきます。楽な姿勢で座りましょう。左右のお尻のお肉を少しだけ斜め後ろにかき出して、骨盤が下向きに安定し、背骨が上に向かって気持ちよく引き伸ばされていくのを感じます。手のひらは楽な位置に置いて、左右の肩、首、顔周りの筋肉も緩んでいます。目は軽く閉じるか、斜め下一点を見つめていきます。今、体で起こっていることに注意を向けていきます。この瞑想で大切なのは、ありのままを観察することです。呼吸を操作したり、リラックスしようとするのもやめて、今この瞬間、心と体で起こっていることをあるがまま観察していきます。鼻先に意識を向けていきます。吸う息では鼻孔のどのあたりに空気が触れながら体の内側に入ってくるのかを眺めていきます。吐く息では鼻孔のどのあたりに空気が触れながら体の外へと出ていくのかを追いかけてみます。鼻先に注意を向けていくと、吸う息と吐く息で長さや質感が違うことにも気づくかもしれません。吸う息では少し冷たい空気が鼻先を通り、吐く息では少しだけ温められた湿った空気が鼻先を通り抜けていきます。ここから鼻先を出入りしている呼吸の感覚から体全体に意識を広げていきます。吸う息では肺が膨らんで胸が持ち上がっていくのを感じ、吐く息では背中や肩が緩んでいく様子を感じます。吸う息で膨らむ胸やお腹、吐く息で緩んでしぼんでいく体、体が静かに波打っている様子をありのまま観察していきます。
思いや考えは自然と湧いてきます。もしも意識が呼吸から離れたことに気づいたら、良い悪いの判断をせずに再び呼吸に意識を引き戻します。息を吸っているときには息を吸っている感覚に気づき、息を吐いているときには息を吐いている感覚に気づきます。今この瞬間、呼吸と呼吸に伴う体の感覚に意識をぴったりと寄り添わせていきましょう。もしも何か考え事が湧いたりしても、それを無理に消そうとせずに、ただ優しく気づき、再び呼吸に意識を引き戻します。鼻先を出入りする空気の感覚、吸う息で膨らむ胸やお腹、吐く息でしぼんでいく体、呼吸の感覚を船の錨のように使って、過去や未来にさまよう心を今この瞬間につなぎ止めていきます。そのまま目を閉じたまま、何度かゆったりとした呼吸を味わっていきましょう。最後の吐く息を丁寧に見送ったら、ゆっくりと目を開けていきます。瞑想前と比べてどんな違いがあるでしょうか。この呼吸や体に対する気づき、今ここの意識を大切にしながら日常生活へと戻っていきましょう。よかったら毎日この瞑想を続けてみてください。また様々な瞑想法を紹介していこうと思っていますので、さらに実践を深めたい、継続したいと思った方はチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴していただきありがとうございました。今日もマインドフルな一日を。